はいクリス・ペプラーですいやほ本当にねまあ私10月22日のお誕生日迎えなんと驚異の58歳になってしまいましたあと2年で毎日赤い色を着なくちゃいけなくなるんだよな、ね、そんなことはないか「ちゃんちゃん」なんてね ででもああのの大変でしたよあの先週ちょうど俺の、うんまあ、先週がですね僕の高校卒業40周年40周年ということであの同窓会があって世界各国からみんな東京に集まったわけよで初日はあの居酒屋 <laughs> 居酒屋って言ってもなんかあの外国人がやってる居酒屋がさ なんかか東京駅近くにああってアンディィーズフィッシュとかいいといこがあるねでも普通の日本の居酒屋なんだけどそこすごくこうあのいわゆる海外の客がすげえんだってだからなかなか面白いってことでもそこはちょっと私あのご辞退したんですけれども忙しくてそれでそのあとはうちがちょっと噛んでるあのギガバーにみんな来たりとかしているんだけどちょうどねすごくこうなんかかなりまあ大変だけど美味しいドラマの話が来てさ でそれのセリフを入れないといけないわけよ。でちょうどその先週いつもうちのかみさんあの人元女優さんをちょっとやっていてでいつも読み合わせは彼女とやっていたんだけれども土曜のも早朝から大阪で泊まりで、まあ、ハイドロフライトのいわゆるうちジェットデッキっていうのをやってるんだけど。 そのハイドロフライトあとはジェットブレードだったりとか他のいわゆるその水圧で飛ぶあの大会があったんだよねで彼女それに出るっていうんでいないわけよ。で土曜日の夜は俺そのもうほら同窓会で屋形船っていうのはこれ楽しみでさなんか居酒屋はちょっとここだけのしいいかなと思ってさでも屋形船楽しいじゃんと思って行ったんだけどでもすげえ寒いしちょっとこれ俺セリフ入れないとだって俺日曜日東京じゃん で、その東京が終わった後にもう同窓会ウィークエンドの締めのディナーパーティーがあるわけよそれ行かないと俺高橋さんにさ付き合い悪いんだ同窓会の中で「あいつ東京に住んだに来やしねえでほなみんな海外から来てんのにさ」みたいなまたやんや言われるんだだからやつは昔からああなんだよとかさなんかなんか、一人だけなんかこう仇じゃねえ仕事してちなみにうちの周りみんなもうほら銀行家とか金融ばっかなんてすげえ真面目な仕事ばっかやってるからさ結構俺 ククララスもやっぱりブラックシープなんでねまたなんかやんや言われるのかってこれいかねえとけねえなみたいな感じさ全然セリフ入れられなくてさだからもうしょうがないから屋形船は俺キャンセルしてさずっと一日一人でずっとセリフ読み合わせしてたのんであのー、で日曜日は東京があって全然練習できなくてそれでちょうどそのディナーパーティーにうちのかみさんも大阪からついて俺当然酒飲むじゃん。 で読み戻るじゃん飲んでるから読みやすどころじゃないんだよなでも頑張ってでも一日すっげえ一生懸命頑張ったんだ俺土曜日ずーっともう朝から夜までずーっとセリフやっててほいで月曜日はもう朝からずーっと夜の夜までずーっとそのなんだ鳥だったわけよドラマの一日中かけてほんとそのヘロヘロじゃんほいで今回そのなんだ イドルフライジェットデッキの大会っていうか、まあ、イベントが2回二回あるんでほいでアメリカからさあの飛ぶやつが来てそうかじゃあそいつの歓迎会を兼ねて本当は俺誕生日やるつもりじゃなかったんで忙しくてさでもじゃあ誕生日会っていうか歓迎会そいつの歓迎会も兼ねてやろうかと思ってで頑張ってやってさで今日に至るみたいな感じで大した話じゃねえないな,なんか自分で聞いたら全然お前つらくないんじゃないかバカ野郎って感じだよね うん、まあそんな58歳になった1週間さそれでは10月25日付最新の時は Hot100 ト,トップ5をチェックしましょう5位はミラクルアカペラグループ p e n t a t o n i c c a n t s l e e p l o v e ニューアルバムのセールスポイントもゲットして先週32位から大幅アップ4位はジャネット・ジャックソン featuringMissyEliotBurnitUP! 二週連続でトップ目前の2位だったんですが、今週は痛恨の2ポイントダウン。3位は、ヨネズケンシ、フローライト。先週と10位変わらず。2位は、ウィーチー、フォーアベッダーデイ。来日はキャンセルされましたが、ニューアルバムは売れてます。先週4位から再び2ポイントアップ。では、東京ホットレ0 0最新チャート1位に輝いたのは、跳ねてます。跳ねています。サカナクション。 3週連続100曲チャートのてっぺんで跳ねています J.Web の抜群のオンエアに加えシングルセールスやリスナースポイントもしっかりゲット見事3連覇セゾン・カール・チョキオー・ハー100サカダクション新・宝島とこんな感じでしたえー、次回11月1日111ゲストは9層猫神さらに逆転バスターの金額はキャリーオーバーで7万と7万円、うん J-Wave Podcasting, Tokyo Hot 100.